ねえ、最後は誰かを温めるだろうで、ちゃんと記事になってるんだから。なあ。仲直りってか、まあ、まあ、仲直りとは言わないけど。ああ。俺はちょっとほっとした。うん。なんか責任感じてたから。だからおめえ、責任感じてっからよ、もろくそよ、なんか一人でよ、家でよ、バカみたいに筋トレとかしてたら、こんななっちゃってよ。おお、人間って、何かに集中すると、やれはやれるんだな、みたいな。だから今日優しい。おいおい、ちょっと待て。いつも優しいんだよ、俺は。ただし、優しいんだけど、俺は時々間違いを起こすの。あとは佐野さんが頑張れ、ゴンタ。いや、俺はいつも頑張ってるつもりだよ。うん。俺は基本的に手抜きはしないから。確かにテンション高いな。だろ？佐野テンション高いんだよ、今日。うん。俺はこれから、なんだろうな。いつも雷、時々晴れ。今日は降らないだろ。うん、どの町機嫌いいよ。もう絶好調に機嫌いいよ。もう、なんだろう。俺は俺で、安心しただけ。うん。ずーっと、脳みその中が、渦巻いてたから、これはおめえ体いじめねえとダメだなと思ってよ。脳がバカになってるなと思って。泣かないよ。泣けりゃまだいいで。タケノコ。これがな、泣けねえんだよ。うん。泣けりゃいいで。本当によ。エレジー？古いな、今時よ、タケノコ、エレジーって。なあ。なかなか昔のあの、演歌とかそういうのじゃないと、エレジーは使われない。エレジーってなんだよ。エナジーじゃねえぞ。おいちゃん、乾燥地帯なんで、水分ないです。バカ言ってんじゃねえよ。うろってるよ。うろってるっていうのは、心はね。うん。お金はうろってないよ、おいちゃんは。もう、ちょっと切り崩しに入ってきてるからね。うん。はい、ゴンタ、お茶手ありがとう。だから俺もテロップさ、茶爆大好きとかにしちゃおうかなと思ってさ。いやーでもなー、それやったら俺のキャラじゃねえし、昔からのサノリスが、幻滅すんだろうなと思って、そこは葛藤してる、今。食ってくためには、どうすんだと。もう、こまいな、プライドで。やるべきなのかどうなのかなんだよ。でも、ずっと俺はそれでやってきてるから、どうしたもんかな。でもな、このまんまの状態でいくと俺は多分、半年持たねえな。ああ、そらそうだよ。葛藤してるぜ、タケノコ。うん。だって俺ぐらい面が割れてんだ、あれ。だって、こないだも、ちょろっとよ、飲み出りゃよ、あれうなちゃんマンさんですかと、もう、バレバレなんだよ。じゃあ俺、こそっとどっかでバイトしてても、すぐ発見されて、あの、アンチに潰されんべや。あ、俺は人のことは誹謗中傷しないよ。うん。返しがあるだけ。向こうが言ってきたから、なんだお前っていうだけ。俺のは誹謗中傷じゃないんで。
あいつのやってることはおかしいんじゃねえのって。うん。なんだろう。だいたい俺から人にあんまりめんどくさがり屋だから突っかかっていくことはねえ。向こうが突っかかってるんだよ。さっきのあの、明太小僧とかよ。てめえの放送やっとけや。どうせ人なんか来ねえんだから。あ？俺は優しくブロックしてあげたけど。何言ってんだよ。もうよ、そういう不良風で吹かした、な？イケイケモードはもう流行んねえんだよ。そのうち永久追放させられんぞ。うん。やからってっと。俺だってな、モイの運営に、やからと、一旦は認定されて、収益ストッパーかかったんだからな。マジで、これガチで。俺3ヶ月ぐらい収益ストップかかったよ。うん。誓約書まで出したからね、俺。うん。なんやがら、ガラはもう、だって、働かなくても食えてんだろ？いいじゃねえかよ。なあ。俺は枠開けてなんぼだし、でも、配信はさ、こういう課金系になる前から俺やってたから、苦痛ではないのよ。でもな、いや、ガソだけどな、お前、そりゃそうだよ。うん。課金系で、スマホ持って、おい、こんなんで小銭稼げんじゃんって思って入ったやつは、苦労してもがくのが、いると思う。ゴンタ？いるやよ、オラオラ系いるいる。うん。ああ、まだそれがね、面白いと思ってるバカが多い。おい、さなーとか。特に俺なんか言われやすいから。それはよ、俺の昔の YouTube 見てよ、こいつかよ、さなーよ、つって、突っかかってくるのはいるんだよ。にわかが。でも、アンチコメなくなったらちょっと寂しくない？俺はそれはないね。だから俺、匿名枠やんないんだよ。うん、だから俺言ってんじゃん、数字じゃねえよって。うん、だからおすすめ規制解除も俺申請しねえんだよ。もうこれでいいんだって。だから安定の200だろ。だってこの時間にやっても変わんねえんだって。夜の8時にやろうが、あの12時にやろうが、真っ昼間にやろうが。マジ、なんで変わんねえのかが、俺、謎中の謎なんだけど。こんな配信者ほぼいねえぞ。まあ、俺は低いところなんだけど、だから、ガチ勢なんだろうな。おげり、いらっしゃい。夫人さんと仲直りできたんですか？仲直り、じゃなくて、戻ってきてくれたから、うん、うん、それで、今日はテンションが高いだけ。あー、ネットで許される時代は終わりましたね。いや、どうなんだろう。でも、抜け道はあると思うよ。うん。ASMR みたいなのも規制あるし、コメントもあるけどね。あー、別に俺と、夫人は喧嘩はしてないよ。ただ、坊ちゃんは、佐野クソ野郎って思ってるから。佐野クソ野郎なんだけど、別に、もういいやって感じだよ。うん。まあ、それしゃあねえな。うん。もう、誰が悪い？全部佐野が悪いだから。ああ。わかってんだよ。俺が何やったかっていうのも。
でも俺も、あの、まあ、こんなこと言ったらあれだけど、イラッとしたことはあったんだよ。な、ボンカレーに。ボンカレー絡みでな。だから、この間バーベキューの時に、ボンカレー嫌がったから、てめえのせいでこうなってんだよ、この野郎、つって言ったら、すいません、すいません、つって。お前、ほんとよ、って。おい、佐野じゃねえんだからな、この野郎。あいつ、あの、バーベキューの掃除、あいつ一人で全部やらせたったよ。おいって、ボンカレーどこ行ってんの？いや、ベランダ掃除してますよ。ベランダっていうか、テラスって。あ、いや、しずく、あれです。あ、やらせときゃいいじゃんな。あいつどうせ走り良いんだろうって。ボンカレーって違うよ。ジャワ。ひらがなで3文字でジャワっていうのがふわっち配信者にいるの。うん。ゆいがのなんか弟みたいな顔してるやつ。こんにちは。骸骨みたいな顔してるやつ。だ俺はジャワっていう名前だから、ああもうジャワとか呼びたくねえから。だってジャワって呼べばそいつが誰だかわかるから、宣伝もしたくねえし、だからボンカレーっつってたんだよ。焼きもちなんだよ、ただの。元はな。もうだから俺も小さい男なんだよ。それはわかってんだよ。言われてみたら似てる？おう、おう。うん。いや、俺の、なんかね、50、今年で4になる男の、まあ、心が小さいのかな。もう楽しくやっとけよって言えなかった俺が、みっともねえ。だから、自分にもムカついたのよ。うん。あんなのに、あんな小僧によ。おい、佐野って言われる自分が。うん。なあちゃん？あ、じゃあ、あれだよ。雑菌とか細菌に抵抗力がなくなってんのかもしんねえよ。だから、そしたら乳酸菌とか体にいいの腸内細菌が増えてるかもしんないから、うん、そういうの取った方がいいよ。あと納豆は毎日1個は食った方がいいっていうデータは出てる。うん。そうよ正義。子供なんだよ俺。あのね、俺ね、どうだろうな、俺何歳ぐらいで脳みそがストップはかかってんのかな。ああ、ヤクルト毎日飲んでるけど、食欲なくて困ってる。だそのヤクルトの話じゃねえけどさ、ヤクルト1000がさ、売り切れ続出でさ、あ、俺ね、ぶっちゃけ言っていい？俺絶対誰かが仕掛けたステマだと思ってる。納豆売り切れも、あれもステマだったろ。あのね、買えなくて売り切れになるやつは、大概裏側に何かが動いてるよ。うん。仕掛け人がいるんだよ。うん。いや、マツコの前からだよ。うん。
レートショーでやってた？マンデーレートショーで。それは俺は見てねえけどな。睡眠改善でしょ？それで、ネット上では睡眠改善にはなるんだけど、あれを飲んで寝ると悪い夢を見るっていうのがいっぱいうわーって出てんの。だから、俺は、半枠じゃないけど、ヤクルト1000のあんなもんはっていう奴らがブワーって書いてんだと思う。悪夢なんか見ねえよ。俺はだからどっちもどっちかなと思って。ステマー対、ディスリードの一本300円するよねって。そう？もう、それだけいいんじゃない？でも、薬じゃねえからな。うん。スピード！いつもありがとう！お茶でありがとう。おはようちゃん。起きた？うん。ドーパミン刺激されて眠りが浅いと悪夢見るね。どうだろうね。だから、レム睡眠とノンレム睡眠で、こう、があるわけなんだけど。ああ、いいよ、なちゃん。ああ、全然。みんなもこうロムって見てんだから。俺が喋ってんだから。だから耳だけは起きてるんだからみんな。ただみんな、こう、朝方ちょっと忙しいから、音だけ聞いてっていう人もいるし。おう、テオいらっしゃい。いつもありがとう。だからさ、俺もさ、言ったんだけど、脳内を刺激するのは、小腸から伝達物質が、脳に行って、だから、小腸は、脳みそをもしかしたら、司ってんじゃねえかなって思うんだよ。タケノコ。だから俺はそう思う。だから、小腸がんってないじゃん。小腸がんってないんだよね。大腸がんはあるけど。あんだけな、うんこが流れて、バイ菌や雑菌がいっぱいいるところにいるのに、がん細胞はそこでは活動しないんだよ。うん。なんでかわかる？そこでがん細胞が活動してしまったら、細胞って、本体が死んだら自分も死ぬから。生かさず殺さずだから。うん。そこで増殖して、っていう話よ。まあまあ、これは、使用系はまた遺伝子にインプットされてんだろうけど、ウイルス系は特にそうだよな。うん。まあまあ、みんなシナプスでググってみりゃわかるよ。俺はほら NHK スペシャルとか、ああいうのでよく見てたから、小腸には癌はできない。これはもう定説になってる。そんな奴は世界中で一人もいない。もしそんな小腸癌なんてなったら、医学界が大騒ぎになるんだよ。うん。だって、そんなこと言ったら、臓器で言ったら心臓癌もないだろ。確かに心筋梗塞とか、な、不整脈とか、なんか、いろいろめんどくさいことあるかもしんねえけど、癌自体はないだろ。心臓と小腸は。ないんだよ。
生きる最終手段の大腸の手前にあるよ。うん。なあちゃん。ちょうどなあちゃんの、左足の脇腹あたり。だから、なあちゃんな、脇腹いつも触って、いつもありがとうねって。花にな、語りかけて綺麗な花が咲くのと一緒で、手当てて、いつもありがとうって、いつもありがとうって、言ってりゃ、言わねえよりは違うぜ。ああ。これ不思議なんだよ。花もそうなんだよ。めでてな、咲かすと、すごく綺麗な花咲くんだよ。うん。水だけやって、声もかけない花より、心待ちにしてる人がいるっていう花は、頑張るんだよ。木は、木っていうかな、花でもそうだけど、まあ幹があるから木なんだろうけど、人を見てる。うん。暗示じゃない。胃にはいつも感謝してるよ。ああ、なっちゃん胃が悪いんだ。うん。あのね、まあ、ちょっとは話、もうだいぶ前、もう時期は外れてるけど、桜について言わして。桜って、みんな目があるんだよ。目って、この瞳の目があるんだよ。リーダーがいるの。そのエリアの。これは、樹木関係の人も、もう知ってるの。あそこがつぼみがついたら、他もみんなつぼみを使い始める。リーダーがいるんだよ。これ不思議なんだよな。桜は特に、俺は木の中では不思議だと思う。うん。何なんだろうな。うん。だから開花予想ができんのかなって。あ、切っちゃダメだよ。あ、切り方にもよる。切った方がいい場合もある。うん。その時はその桜が、あ、弱ってる時。だから、なんだろう。木を再生する職人っているじゃん。ああいう人に、まあ、造園業やってんのか、うん。ただ形揃えりゃいいんじゃなくて、うん。きちっと再生できる樹木師っていうのがいるのよ。根腐りしたらそこを助けてやろうとか。ああ、うん。そうそうそう、木の獣医っていうか、うん。樹木医ね。うん。まあ今、樹木医っていう名前で商売になってんじゃねえのかな。うん。昔なりたいと思ってた？いやー、難しいぜ。海外とかから木を連れて帰る有名な人、あれ、船便でだろ？うん。あ、名前なんつったっけな？島、なんとか。うん。りょうちゃん、おはよう。島本じゃねえ、なんとかだよな。ごめん。なあちゃん、木は話せないからね。これね、樹木医は。
木は話できるよって言うんだよ。もうお前らも宇宙人かよって思っちゃうけど、答えるんだって。うん。うん。そういうの、なんだろう。特殊能力なのかな？人間でもさ、変なさ、まあ、占い師じゃねえけど、特殊な能力持ってるやつって絶対いるんだよ。だって脳みその、坊ちゃんがよく言ってんじゃん。脳みそのは、せいぜい解明されてんのは5% もねえんだから。うん。それ以外は、分かってねえことだから。特殊能力は、その、どっかに潜んでるはずなんだよ。うん。と思うよ。俺はね。木の声は聞こえなかった？それはなあちゃんがもっと聞こうって思うからだよ。うん。ああ、これな。モーツァルトを聞かせたら、成長が早いって。わかる？これガチなんだよ。あのね。これね、一番いいのは、いわゆるモーツァルトだって言われてんだけど、まあ、何聞かせてもいいのか。あのね、ビニールハウスの中に、音楽流してる農家とか、あるで。うん。それで、ちゃんと実証してんだよ。流す前と流した後で、実のつき方が明らか変わってるっていう。あと、糖度も上がるとか。何の、配合も、飼料の配合も変えてないのに。だ、世の中はよ、わからねえことだらけなんだ。だから人間が解明したことなんてちっぽけ。マジで。うん。だべ？タケノコ。だってよ、妊婦がよ、妊娠初期からずーっとクラシック聴いてたら生まれた子供がめちゃくちゃ天才にななんか音階がすごいことになってるとか。だって音なんて腹に響くから。胎児は外の音を聞いてるからね。うん。ああ生まれる前から。で、脳が、胎児の脳が育つ時期って、腹の中にいる時から、始まってるから、その時にどんだけ、外の声を聞くか。あとね、もう一個言うよ。これは逆パターンね。死亡した、じゃあ自分の父親でも母親でもいいよ。死んだ人の横で、絶対愚痴言うなよ。耳は生きてるから。絶対に。うん。いや、なあちゃん、これガチだと思う。うん。うん、絶対言っちゃダメ。例えば、お父さんありがとうねって。お母さんありがとねって。うん。って言うべき。その時はな。まあ俺は、父ちゃん母ちゃんはもうどうでもいいんだから、いいんだけどよ。会わねえことが、奴らの幸せだから。そう。耳は、聞こえてるぜ。うん。それは、
なんでそう俺が言うかって言ったら、死んだ人間に脳とか聴覚とかの当たるところを反応を見たら、そこだけは心臓が止まっても生きてんだってよ。だって血液が流れてねえのにそこだけ反応するっつうんだから。聞こえてんだよ。うん。でしょ？犬は亡くなったら、まあ、犬のな、一生なんて、人間の一生より短いんだけど、もしも亡くなった時は、死後硬直始まるまでは、ぎゅって抱きしめて、お話ししてあげてくれよ。家に帰ってきたと、家に連れ帰、家に来た時から、今までのこと。うん。ぎゅーって抱いてな。うん。おお、お前冷たくなったなって。じゃあそろそろ、行くかって。お前がいたおかげで、俺は救われたなって。ありがとうな。うん。俺は、そんな感じかな。後悔はない。おう、タカいらっしゃい。まあ、生き物、まあ、俺の場合は犬が多かったからね。猫は死ぬときはどっかにいなくなっちまうから、わかんねえんだけど、犬はな、すごいビー玉みたいな目で、最後の息を引き取るとき、キラキラした目でこっち見てる。で、息が止まっても、あの目には俺は映ってるし、俺の声は聞こえてるんだ。だから、俺、部長さん亡くなった時、目こうやって閉じなかったよ。ずっと見てろって。耳も立ったまんまだった。普通は、ぐにゃってなるんだけどね。